妖怪からもらったような。ああ、まさかパーティーの正体とかじゃないよね。パーティーかどうかはわからないが、教会が毒殺の件で謝りたいらしい。女神様が直々に陳謝したいのでおいでくださいって内容だ。なんで内容知ってんの？人の手紙勝手に読まないでよ。プライバシーの侵害だな、まったく。しょうがないだろ。前にも言ったが、貴族は教会と対立してる。些細なことでも見過ごすわけにはいかないんだ。謝罪？そうです、きっと悪いのは女神様じゃないです。会いに行って確かめるです。冗談だろ。殺されかかったところにまた行くのか。そんな手紙をいちいち真に受けるな。そうよ、教会も一枚岩ってわけじゃなさそうだし、もしまた似たようなことが起こったら。念のため、私の方でネプネプが怪しいものを口に入れないよう気を使ってみるです。でもさすがに女神様の前なら、そうそう前みたいなことはできないですよ。それにいざとなったら女神様が助けてくれるです。お金あるね。それより女神様はどこです？早く会いたいです。女神様、女神様。まさかまた女神様は来られませんとか、そんな感じじゃないわよね。一応何かあった時のために逃げる準備する。あ、来た。あの人でしょ。やっぱ女神様だね。すぐ分かったもん。他の人と全然違うよ。はじめまして、この大陸のハード、グリーンハートと申します。今日はよく来てくださいましたわね。ネプテューヌには本当に悪いことをしましたわね。まさか教会の者があなたに毒を盛るだなんて。私の監督不行き届きですわ。ごめんなさい。そもそも誰かがハード戦争のことを教員長に話してしまったらしいですの。ハード戦争？何の話？はじめましてだよね、グリーンハート様。とぼけてるのね。そうですわよね。お友達もそばにいることですし。でも誤解だけはなさらないでほしいの。私もこの因縁に下界の方々を巻き込むつもりはありませんわ。グリーンハート様、少しよろしいですか。私たち鍵のかけらというアイテムを探していまして。あら、あらあらあら、アイちゃん、あなたも来てたのね。だから普段通りでいいと言いましたでしょ。もしかしてネプテューヌと一緒に旅を。ちょっと羨ましいですわ。そうです、グリーンハート様は女神様です。きっと旅なんてしたくてもできないですよね。そういうことではないの。でもひとまずそんな暗い話は置いといて、鍵のかけらがどうなさったんです？そう、私たち鍵のかけらを探してるの。強いモンスターが守ってるんだけど、それらしいの知らないかなと思って。女神様といっても私は出不精ですし、外のことはあんまり。でも宣教師さんならご存知かもしれませんわ。ちょっとこっちにいらして、お話を聞いてあげてくださる？宣教師のコンベルサシオンです。あなたたちとは前にもお会いしましたね。そっか、最初に来た時に会ったもんね。どうもどっかで聞いたことある声だと思ったんだ。そっかそっか、ここの教会か。
のかけらの手がかりを探してるです。強いモンスターさんのいる場所知らないですか？前にも申し上げました。鍵の鍵というのは私にもわかりません。ですが少し前に妙なダンジョンを見かけました。妙なってどんな感じ？そこだけ全然色が違うとか、そこだけ鍵がかかってて入れないとか？言葉で表現するのはとても難しいんですが、どこか異様な雰囲気の漂う場所でした。よろしければご案内しましょう。ここがお話ししたダンジョンです。お気をつけてください。本当に強力なモンスターが数多く生息しておりますから。大丈夫大丈夫、モンスターなんて楽勝だよ。見ててよね。いざとなったら変身してやっつけちゃうから。そうです。ネプネプはなんかよくわかんないですけど、他の人とは一味も味も違うですよ。まあ大船ってわけにはいかないけど、泥船じゃないことくらいは保証するわ。それは心強い。できればぜひその変身とやらも見てみたいところですが、私は戦闘員ですので案内はここまでです。一緒に戦ってくれるんじゃないの？戦闘士って白魔法とか使えそうなのにな。残念ですが、もしまたお会いできたらその時にはお見せできるか。でもそれも望み薄かもしれません。うわ、なにこれ、地震、入り口が崩れちゃう。ダメ、がっちり埋まっちゃってる。どうするです？生き埋めですか、山殺しですか、生き地獄ですか？どれも嫌だよ。普通に別の出口探そう。その前向きさもこういう時は長所よね。急ぎましょう。コンパがメソメソしだしたらことだわ。これくらいでメソメソなんてしないです。